どうも皆さんこんにちは、新日本イングリッシュチャンネルです。今回は電にスポットを当てていきたいと思います。その時、それから、それならなんて一つの単語に対して日本語で2つも3つも4つも訳語で覚えていると我々のメモリーはすぐにパンパンになってしまいます。今日はその電の悩みが解消されると思います。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。So where are you from, then? What's that? Cobblestone, you say? Where's that, then? Down south? Never heard of it. So where are you from, then? What's that? Cobblestone, you say? Where's that, then? Down south? Never heard of it.はい、まず最初の文章です。 So が来てます。 So っていうのはこちらにあるように流れです。何かこの自然な流れで考えてください。つまり Where are you from then? あなたどこ出身なんですかと言ってます。そして then がついてるんですけれども then その時と言って頭の中で思い浮かべてしまう人いると思うんですけれども、もちろん私もそうだったんですけれども、それだとすぐ破綻してしまいます。訳語をいちいち当てるいい訳語ないかななんて頭の中で思うんですけれども、それって英語でどんな風に使ったらいいのか分かんないですよね。その時っていう風に使える時は then なんとか使えるんですけれども、それ以外の then がどうしても英語で出てこない。これはね、正しく意味を理解、使い方を理解していないとこの then 使いこなすことはできません。なのでこんな風に頭の中に思い描いてください。こちらです。はい、場面や時の切り替えスイッチだと思ってこれを理解すると実際の英語でも使えるんじゃないかと私は思います。こんな感じ、時や場面がこのように自然に流れています。それを自分のリモコンで切り替える、過去にあったものじゃあみたいな感じで、でんこちらみたいな感じです。自分が切り替えたい時に切り替える、場面や時を切り替える、そんな感じです。はい、ここでちょっとだけ突っ込んだ話をしていきましょう。もう少し詳しくいきましょう。 Life was harder then because neither of us had a job. 生活大変だったんだよと言いながら then が来ました。ここで場面を切り替えて聞き手に見せるような感じで、なぜなら私たち二人とも仕事なかったんだもんと言ってます。 Let me finish this jobThen we'll go. ちょっとこの仕事を終わらせてよ。それから行こうぜ。ここではやっぱり仕事が終わった後の場面に切り替えてます。だからこの場合、あんたそう言うけど、じゃああんたどこ出身なわけよみたいな感じで言ってます。はい、それでは、続きですね。見ていきましょう。What's that? Cobblestone, you say? 何それ Cobblestone?って言ってんのみたいな感じですね。まあこれは大丈夫かと思うんですけれども、ここなんですよ。また来ました then. Where's that then? どこよそれじゃあみたいな感じで、最後に切り替えスイッチをドンと使っている感じ。もうびっくりしてますけど、なんかね、あのフライングで次の訳が出てますけども、ちょっと無視してください。この then ちょっとね今あの動揺してますけども、時や場面の切り替えスイッチです。何度も言います。こんな感じ、さっきの話はここにあったけど、じゃあこれ、じゃあそんじゃあこれはみたいな感じで時や場面を切り替えています。まあさっきどこ出身なのって言って聞いてます。それがじゃあそのコブルストーンってどこなのよって言って場面を切り替えてしまっています。それで then です。で、まあ訳にあるようにもう先に出ちゃってますけども、 down south、南に下るだってみたいな感じで使ってます。なんかうんこが出る前に先に拭いたような感じなんですけどね。そこで Never heard of it、 聞いたことないな、 I have never heard of it っていうことです。この It of it になってます。 About it だったらみんなそれについてって意味はわかるんですけれども、 Of はなんとなくのつながりで言ってます。それ関連、聞いたことないなっていう意味で Of が使われているわけです。
Well, I never. You learn something new every day. I've just found out you can tell what oozes you can go into by the red lines on the map. Who knew?It's amazing the things you can learn from books and that, eh? Well, I never. You learn something new every day. Well, I never. これ、驚いた時に使う表現なんですが、これね、こんな長い文章の省略なんですけれども、I've never heard of it.これさっき出た聞いたことないなっていうのと一緒なんですけれども I've never heard of it。 もちろん驚いてる時にこんな長ったらしいこと言ってられませんから Well, I never って言ってるだけです。いや今まで聞いたことないなとか、目にしたことないなっていうことでこりゃ驚いたなという意味になるわけです。そして You learn something new、 実際の文章 something になってますけれども、この人なまってるだけで本当は something です。何か新しいものを学ぶんだよねと言ってます。 new something じゃなくて something new になってます。なんでかって言ったら some が監視の役割を果たして thing にくっついています。だから some を飛び越えて形容詞が先に出ることができないので new something にはならない something new になっています。 you learn something new、 何か新しいものを人って学ぶもんだよっていう意味で you を使っています。一般的な人を指して言うです。 Every day、 毎日人って何か新しいものをねという意味で Every day、 これ追加情報で一番後ろにドシンです。I've just found out you can tell what oozes you can go into by the red lines on the map. Who knew? I've just found out。 俺見つけちゃったんだよ。これ現在完了ですね。俺見つけちゃったんだよ。何を？これちょっと長い文章なのでしっかり見ていきたいと思うんですけれども、これですね。 You can tell、 あなたは言うことができますよ、伝えることができるよ。これ実は tell、 こんな意味で使っています。判断するです。なんで言うというのが判断につながるかって言ったら、これ日本語でもあるんですけれども、あなたは何々と言うことができます、このことについてあなたはこういうことが言うことができるっていうのはこう判断することができますよっていう意味で使うことがありますよね。その言うとこのてる一緒なんですよ。だからあなたは判断することができますよ。何を？これ。 What houses you can go into、 何の家にあなたが入っていくことができるのかということを判断することができますよと言ってます。はい、そしてこちらですね、追加情報が来てます。By the red lines、 赤いラインによって、そしてまたさらに on the map、 地図上のというのが追加情報でドン、そして後ろにもドンです。こんな風にどんどん並べられています。で最後に Who knew? 知ってた?みたいな感じです。どうも皆さんお疲れ様でした。今回の伝いかがだったでしょうか、これからも少しずつ改善していいチャンネルを作っていきますので、ぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。